ドロシー・ギブソンは、アメリカ合衆国ニュージャージー州出身の女優である。サイレント映画時代に女優として活躍した彼女は、芸術家のモデルや歌手、舞台女優などとしても20世紀の初期に活動した。現在では、タイタニック号事故の生存者の一人としてよく、知られている。ドロシー・ギブソンドロシー・ギブソンは本名を、ドロシー・ウィニフレッド・ブラウンといい、1889年に、 父ジョン・エイ・ブラウンと母ポーリンの間に生まれた。父ジョンは彼女が3歳の時に死亡し、残された母はジョン・デオナード・ギブソンと再婚した。1906年から1911年にかけて、ドロシーは歌手やダンサーとして様々な劇場やボードビルの舞台に立った。1909年頃に、ドロシーは商業芸術家のハリソン・フィッシャーのモデルの仕事を始め、 フィッシャーのお気に入りのモデルの一人となっていた。その年ドロシーは、メンフィス生まれの薬剤師、ジョージ・バティエ・ジュニアと結婚した。ドロシーは、モデルなどの仕事を続け、彼女の姿を描いたイラストは、様々なポスターや絵はがき、本の挿絵や、コスモポリタン、レディース・ホーム・ジャーナルなどの著名な雑誌や、新聞のカバーイラストなどに採用された。この時期のドロシーは、 ザオリジナルハリスン・フィッシャーガールと呼ばれて広く知られていた。その間にドロシーと夫のバティエの中は冷え切って別居に至ったが1916年まで二人は離婚しなかった。代理人のパッド・ケイシーの終戦によってドロシーは1911年早々に映画界入りしインディペンデント・ムービング・ピクチャー・カンパニーに加入した。最初はエキストラとして後には 早くとして働いた。1911年7月にはパリを拠点とするエクレールスタジオのアメリカ営業部の主役級女優として雇用された。まもなく彼女の自然で繊細な演技が賞賛を受け、とりわけ短編映画ではコメディエンヌとしての魅力を発揮して映画スターの一人と認められるようになった。同じく1911年にドロシーはイーストマンコダック社の大株主で、 ユニバーサルピクチャーズの共同創立者でもある映画界の大田物モジュール・ブリュラトゥールとの不倫関係に陥った。ブリュラトゥールはエクレールスタジオの顧問及びプロデューサーでもあり、セーブド・フロム・ザ・タイタニックを含むドロシーの出演作のいくつかを援助している。1912年、当時22歳のドロシーは母ポーリンと共に6週間の休暇をイタリアで過ごした。休暇の終わった後、 ニューヨークで新たな映画シリーズの撮影に入るために、二人はシェルブール港からタイタニック号に一等船客として乗船した。4月14日の深夜、タイタニック号は氷山に接触して沈没した。その時、ドロシーと母は同じく一等船客のフレデリック・キンバースワードとウィリアム・ティースローパーと一緒にラウンジでトランプ遊びを楽しんでいた。4人は 最初に発信した7番救命ボートに乗り込んで生還を果たした。この事故の後、ドロシーは自ら脚本を執筆して、事故発生から1ヶ月後に公開された映画、セーブド・フロム・ザ・タイタニックに主演した。この映画はアメリカのみならず、イギリスやフランスなどでも大成功を収めた。この映画は、タイタニック号事故を映像化した最初の作品となったが、 フィルムは現存していない。セーブドフ・ロム・ザ・タイタニックの成功によって、ドロシーは同年配のメアリー・ピック・フォードと並んでドルバコスターの座についた。しかし、1912年5月には映画スターとしての一戦を早々に退き、声楽家としてのキャリアを模索することになった。彼女が出演した有名な作品には、メトロポリタン・オペラハウスで初演されたオペラ、 マダム・サンズ・ゲーネガール女優を引退した後、彼女はジュール・ブリュラトゥールの愛人となった。このスキャンダラスな関係は、1915年に二人が同乗する自動車が通行人を引き殺す事故を起こしてしまったことにより、露見した。ブリュラトゥールの離婚が正式に成立した後、二人は1917年に結婚したが、二年後には別居にいたり、 1923年に離婚することになった。その後ドロシーは再婚しなかった。ドロシーは1927年にパリに定住し、第二次世界大戦中にはナチスのパリ占領にもかかわらず残留した。彼女は二度にわたって適正外国人として逮捕され、一度は収容所から脱走を果たしている。二度の逮捕や脱走などはドロシーの健康を大きく損なった。 戦争終了後もドロシーはフランスに泊まり、1946年にパリのホテルリッツに滞在していた時、心臓発作を起こして死去した。彼女の死はホテルの従業員によって発見されたという。遺体はパリ郊外のサンジェルマン,アンレイにある墓地に埋葬された。ありがとうございます。